毎度ゆうきです。今日この動画では一番投票が多かったセントールステークスの予想を発表していきたいと思います。先週小倉に再ステークス3連服取ったんで、この流れに乗ってね、秋競馬頑張っていきたいと思います。この動画ではシオンステークスと京成杯オータムハンディキャップの前予想は出さないんですけど、土曜日の朝10時ぐらいにですね、無料メルマガの方で前予想を出すので、気になる人はね、概要欄から無料メルマガチェックしといてください。この動画ではセントールステークスの出走馬の中から私がピックアップした馬と、そこから選んだ本命馬と買い目も発表していきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。私の YouTube チャンネルは毎週重賞の予想とかね、競馬の予想に役立つ動画をアップしているので、チャンネル登録まだの人は今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。ほなセントールステークス行きましょうか。中京 1200m 芝のレースです。 G2 久々ですね。フルゲート18頭で行われます。正味中京 1200m のフルゲート買わんでいいただ競馬ファンとして譲れない重賞なんで、しっかり狙っていきたいと思います。中京でね、狙いたい馬のタイプとかは別で動画の解説上げてるんで、後でまた概要欄チェックしてみてください。その辺も考慮してもちろん今回も予想しています。今回ね、出走馬18頭の中から私がピックアップした馬をまず発表したいと思います。私がピックアップしたのは、朝からキング、君はクイーン、サウザンサニー、上昇ホープ、テンハッピーローズ、東進マカオ、ピューロマジック、モズメイメイ、ダノンスコーピオ、ママコチャっていう感じで10頭ですね。8頭は切れた。はい、ここまで10頭に絞って、まあ半分にはならんかったけど、まあ半分ぐらいまで削りました。でこの私がピックアップした10頭をまたさらに比較検討をして選んだ本命馬は東進マカオ。はい、飛ばしたらすいません先週の新潟記念はね、私の本命馬競争除外になりましたんで、ちょっとどうなるかなと。その前はね、ナムラクレアを飛ばしてますんで、どうなるかなというところなんですけど、東進マカオです。ちなみにピューロマジックと悩んで東進マカオにしました。まあ、1番人気か2番人気になるかなと思います。東進マカオはで、東進マカオを本命にした理由なんですけど、まあ、この左回りのコースで中京のこのタフな、結構ド S なコース体系形態、そこへの適性と、あとこれまで戦ってきたメンツとかをね考慮すると、東進マカオなんじゃないって感じ。なんか他におるみたいな、まあ、もちろんね、あのママコチャとかダノンスコーピオンとか朝からキングとかテンハッピーローズとか、なんかまあなんか期待馬はいっぱいいるんですけども、でもトータルで考えたら東進マカオがちょっと優勢じゃねっていう感じで東進マカオになりました。でアイビスサマーダッシュでね本命にしてたモズメイメイ、ここにも出走してるんですけど、モズメイメイはねちょっと距離と舞台的にしんどさの方が上回るかなと思って、対抗止まりになりました。で私が好きなママコチャがねここに出てるんですけど、これをどう見るかと、好きやから本命にしようかなとかもちょっと思ったんですけど、いろいろ考えたけど今回はママコチャ3番手評価ぐらいの馬となりました。はい、で買い目なんですけど、買い目はね当てに行きますよ。3連服フォーメーション、1列目に東進マカオ、ピューロマジック、ママコチャ、2列目も同じ3頭を入れて、3列目に朝からキング、君はクイーン、サウザンサニー、上昇ホープ、テンハッピーローズ、ダノンスコーピオン、モズメイメイっていう感じで、3頭3頭7頭で選んだね10頭全部フル活用した3連服フォーメーションを組んでみました。これただこれで買うと合計18点勝負になるんですね。荒れるかなと思ってるんですけど、中京やしなんでちょっと広げてるんですけど、まあ、当日パドックと馬体重見て15点以内に収めたいなと思ってます。まあ、予算的には18点でも問題ないねんけど、まあ、ちょっとオズも今のとこ分かんないんで、この前予想をベースに当日柔軟な買い方をしようかなと思ってます。なんで、まあ、この発表してる買い目と当日の買い目は変わる可能性あるっていうところはご了承ください。まあ、もちろんこのまま買うっていうパターンもあるし、買えるっていうパターンもあるし、その辺はまあ臨機応変にいきたいと思います。じゃあ私のセントールステークス前予想参考になったよって人は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よかったら本メンバーコメントで教えてください。てか今日さ、私ちょっと顔むくんでてさ、結構引きで撮ってんけど、昨日夜泣きすぎて、最近韓国ドラマ見てんねんけど、あのネットフリックスで1位になっててさ、今1位じゃないかもしれんけど、あの涙の女王ってやつ見てて、めっちゃ昨日泣いちゃって、はい、顔がパンパンムクムクマンマンです。アンパンマンみたいになってるんですけど、まあそういう日もあるよねってことで、今週も競馬頑張っていきましょう。じゃあまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。概要欄から私の無料メルマガに登録すると
めちゃくちゃわかりやすい初心者向けの競馬ガイドブックと、びっくりするぐらい超簡単なシンプル軸馬という軸馬の選び方をまとめたコンテンツが受け取れます。今まで競馬で全然勝てなかった方や、競馬を始めたばっかりの初心者の人は、ぜひ概要欄から無料メルマガに登録してみてください。今まで3000名以上の方に配布していて、めっちゃわかりやすかったとか、参考になりましたとか、こんな簡単なんだ、盲点でしたみたいな、すごい嬉しいコメントもたくさんいただいています。この2つの特典は予告なく配布終了する可能性もありますので、今のうちにぜひチェックしてみてください。私のこの YouTube チャンネルと他の SNS の方では、自分がちゃんと実践しているノウハウしか公開していません。それから私はもう2018年からねこの活動をしているので、もうすでに400名ぐらいのコミュニティも運営しています。私は自分のノウハウにめちゃくちゃ自信がありますので、ぜひ私の動画やメルマガを読んで、私のノウハウであなたの考え方をアップデートしていってみてください。それから最後に、いつも動画を見てくれている皆さん、本当にありがとうございます。みんなのいいねとかコメントに励まされて、いつも頑張れています。これからもいいねとコメントをたくさんよろしくお願いします。コメントも全部読んでます。じゃあまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。